ございます。今日はいい天気ですね。昨日の雨が嘘のようでございます。はい、実はですね、昨日ですね、おでんだったんですよ嬉しか嬉しか。ちょっと昨日肌寒かったからちょうどよかったですよね。実はセブンイレブンのおでんを購入させていただきました。実はですね、西高の先輩のですね、山口智典先輩ですね、実はセブンイレブンの勤めなんですよ。でそこちらの方からお付き合いというかですね、購入させていただきました。美味しかったです。ですから、もしも皆さんですね、おでんば買われるときはですね、一応この西高の1回生です、山口先輩ですね、セブンイレブン定山半田店、西高のですね、西高通り、この通りの西高、ぶっちゃ向こうの西高通りですね、そこの定山小学校斜め前の新しいセブンイレブンにお勤めでございます。ですから皆様、一つご注文よろしくお願いします。それから私に電話メールくださいでですね、やっぱ言わずですね、おでん売れるって、やっぱですね、やっぱ夜の9時10時まで売れるそうなんですよ。やっぱ残業とかで遅くなって帰れた方はもうおかず作るの大変ってことで、やっぱもうおでんとか買ってかれるそうですね。やっぱビールのあれにも合いますしですね。で、もううちみたいに、うちも今家族3人暮らしなんですよね。やっぱあんまりおでんとかカレーとか作るとずっとそば食わなきゃですね。ですからやっぱおでんって、やっぱ今コンビニのおでんってで美味しかったです。昨日食べたらですね、今ようでけとんですな。はい、ですから皆さん一つですね、西高の先輩、実は親御さんの介護でですね、わざわざ東京からこう帰ってきておられます。とても優しか人でございますので、一つですね、皆様よ、山口先輩からおでんをよろしくお願い申し上げます。夕方の今5時から10時ぐらいまで入ってらっしゃると思います。Facebook もやってらっしゃいますので、見てみてください。はい、じゃあいつもの約束、はいはい、よいしょ。はい、9月の2日日曜日8時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。いや、やっぱセブンイレブンのおでんはからしとですね、なんちゅうかな、出てこねえな、出てこねえな、後で、すいません、大体こういう時ですね、15分ぐらい経ったら、ポンって出てくるんですよね。ゆず胡椒、出てきた、今やっと出てきた、ゆず胡椒、両方ついてるんですね。おっさん的にはからしがいいかなと思うんですけどですね、でも、それとですね、皆さん、糸こんにゃくが危険ですから、用事するからね、昨日、ぽんって食べたら、ぱって冷たかったので、暖かさがぱって出てですね、危なかったです。ですから、糸こんにゃくさんはですね、ゆっくり、もう、私はあとでハサミで切ってくれました。はい、でもとても美味しかったです。はい、じゃあ今日も一日頑張ります。